皆様こんにちは。今回は私流のハロウィンメイクに挑戦してみました。赤と黒の2色を使って全てメイクをしています。とカラコンも Amazon で買ったハロウィン用のカラコンと、あとウィッグもつけています。当日の参考になれば嬉しいです。はい、ではどうぞ。はい、ではメイクをしていきます。こちらのミムラスムーススキンの下地を使ってしっかり毛穴を埋めてマットな肌になるように仕込んでいきます。そしたら次はリキッドファンデーション、ロレアルパリのインファリブルステイフレッシュファンデーション200番使っていきます。で、しっかり叩き込んだらメディアのこのフェイスパウダーのルーセントを使ってもっとマットな肌にしていきます。付属のパフを使って肌にのせていきます。はい、ちょっとこう光がすごい入ってきて、ツヤっぽく見えちゃうんですけど、直接見ると結構マットに仕上がりました。眉毛はしっかり普段通り描いていきます。このアナスタシアビバリーヒルズのブローイズのペンシルを使って普段通り眉毛を描いていきます。まずブラシで整えていきます。ブラシで整えたらペンシルの部分でしっかり描いていきます。はい、アイメイクはこのパレットを使ってメイクをしていきます。まずはここの明るいカラーをまぶた全体にのせます。今回のメイクは、影をしっかりつけていきたいので明るい色から順番にのせていきます。次にこの茶色を取ってクリースのところに入れていきます。こういう大きめのブラシでぼかしていくとすごいぼかしやすくていいです。こんな感じでここのクリースの部分に入れました。で、オレンジっぽいカラーで影を入れたので徐々に赤っぽいカラーで影を入れていきます。次はその隣のこのカラーを使って影を入れます。で、今入れた位置より少し内側に入れていきます。はい、こんな感じで少し内側に赤を入れました。そしたら次に最後ですね、この深い赤を入れていきます。そしたら何もついてないブラシでぼかします。そしたらここの空いてる部分にまず
ャンメイクジュエルサイズ07番を乗せていきます。乗せたらこの赤のキラキラの色を指にとって同じところに乗せます。はい、こんな感じでがっつり乗せました。そしたら、下まぶたも同じ工程をしていきます。ここまでできたら、次は はい、こんな感じで黒を入れました。そしたら下にも入れていきます。次はここの上の部分に一番最初に入れたベージュのカラーをのせていきます。アイラインを引いていくんですけど、エルフのクリームアイライナーのブラックを使っていきます。これでしっかり見ていきます。はい、しっかりラインを引きました。で、このジェルアイライナーはぼかしやすいので、ちょっとブラックをシャドウをつけてラインをぼかしていきます。さらビューラーをしていきます。で、ビューラーをしたらインラインを引いていきます。このビセのスーパースリムジェルライナーのブラックでインラインを引いていきます。で、今回はつけまつげをつけます。私がつけるのはリエンダのこのつけまつげをつけていきます。はい、アイメイク完成しました。で、チークは入れないのでシェーディングをしっかりめに入れていきます。はい、そしたらリップはこの MAC のリップテンシティリップスティックのムーリングスパイスっていう真っ赤っかの色をがっつり塗っていきます。で、がっつり塗ったら一度ティッシュオフします。はい、こんな感じで真っ赤っかにしたら、このアイメイク、黒、赤っていうアイメイクに合わせて、さっきの黒いシャドウを使ってこの縁からどんどん黒を重ねていきたいと思います。
はい、でこうやって黒をしっかりのせた時にちょっと赤が少なくなっちゃったのでブラシを取って足していきます。こんな感じでちょっと独々しいハロウィンっぽいメイクができました。はい、こんな感じでメイクしてみました。唇のこのグラデーションを作ることによって一気にハロウィンっぽく仕上がるのでおすすめです。最後まで見ていただきありがとうございます。バイバーイ。